おいっす、こんにちは、メリーです。今回は、キリミちゃん使っていきます。はい、キリミちゃん。一発儲けたくないね、ここは。これ、読んでいけるかな？いや、読んでいけそうな気がするな。意外と読んでも火力出るんで、50倍化強化があるので、実質、4と言いつつ、64倍なんですけど、64倍と言いつつも、まあ、200倍ぐらい出てる。やっぱさすがだね、50倍化強化と悪魔キラーがあるんで、やっぱ強いね、そこは。譲れない。マシンアテナ。ちょっと一発受けたい、ここは。一発受けたいので、許してくれ。頼む。なんとかストライクだけはやめて。本当に。それ以外だったら何でもいいんで。可能性何分の1ぐらいかな。なんとかストライクが来るの。OK。で、ここでもう打っていこう。一旦耐えればもういいです。はい、これ打っていきます。で、なるべく、回復が次のターンに、5個あってほしい。いや、め、そんなにいらん！いやー、5個ないし。もうゼータ打つか。最悪ゼータ、あいつが出たら。ドゥルギャーが出たら。はい、ドゥルギャー。これもうゼータ案件。もうしょうがないね。ゼータ打って。あいつ作って。作らないんかい。じゃなみー、さなかなパズドラ。回復作らないんかい。それは終わったわ。待てよ。ダメ。これ逆にダメ。だらしないの弾けない。オッケー。じゃあ倒していきましょう。なんだかんだ普通に耐久できた。よし、オッケー。これで倒していきましょう。うん、次の盤面も悪くない。50% は切ってるね。オッケー。ちょうどいい。ギリギリ 50% か。これが神。あー、でもこいつか。覚醒無効かよ。じゃあ意味ねえじゃん。します。あー、そうか。おー、バカたれー。それは殺していくスタイル？殺していく。メルが死んでるから回復力が。15回ヌーンはやめる。オッケーオッケーオッケー。あ、これあれが死んだからセーフ。4個消してもいけます。4個消してもいける。ただメルが死んでるんだよな、残念ながら。ちょっとメルが死んでるの残念。切り身も、切り身になったし。ヌーン耐えれるはず。ギリヌーンは耐えれるはず。お前かい。飛球種は大丈夫。飛球種は大丈夫。これゼータ一発撃つか。ゼータ一発かますか。ゼータ一発かまします。オッケー、火は消えた。で、この次にあれが来る可能性があるので、しっかりと回復はしていきます。できれば、おーい、お茶。伊藤園。おーい、お茶、伊藤園。倒していけない、危ない。40% よくやった。やめろ、火の落ち込む、マジでやめろ。本当にやめろ。フラグじゃなくて本当にやめろ。オッケー。これでヘラニクスの先生は耐えれる。よし、ヘラニクス。イエス、ヘラニクス。これ、あー、キリミちゃん使いたかったな。危ねえ。危ねえ。キリミちゃん撃とうか。無効貫通どうしようかな。キリミちゃん撃って無効貫通していこう。これがね、かなり役に立つと思うんですよ。今後周回で。あ、でも待って、追加攻撃ないわ。メル撃とうか。今後のね、周回においてこのスキルは、まあ、正直キリミちゃんだけを使うかって言われたら多分使うときあんまりないと思うんで、周回でキリミちゃんをスキルとして使うかなっていう感じ。ただこれ浦飯ユースケの水バージョンなんですよね、簡単に言うと。なんでユースケ的な感じのリーダースキルを使いたいよっていう方とか、例えばゼータとかもまあ似てるかちょっとわかんないけど、まあゼータとか持ってない方は使ってみると面白いかもしんない。これはゼータ打つしかないんだけど、この辺がたまんないかな。だってもうこれこうするしかないじゃん。次どうしよう。次の階層のこと全然考えてないよ。次の階層のこと全然考えてないからね。はい、 OK。 盤面はいい。いや、これワンチャン倒せるな、クトゥクが来ても。
クトゥクが来たわ。これ倒せるんじゃない？ちょっと操作時間の問題もあるけど、追加攻撃を組みながら、ちょっと遠いんだよな、追加割合だから、最初割合だから、最初は近づけるだけでいいんだよ、近づけるだけで。こうで OK、 よし、これで倒せばいいんだ。これでいいよね、倒すよ。もうこんなもんでいい？はいはい、これでいいよね。多分ワンパン突破余裕でいけると思う。キリミちゃん火力すごいんで、1億出るんで。これでも2億出たわ。いや、キリミちゃん強いよな、一応ね。はい、おー、いいね、盤面。うん、 OK、 倒したでしょう。まあ一応面白いリーダースキルなんで、集会とかにも役に立つかなっていった感じはあります。まあ強いっちゃ強いんで、まあ売るのはもったいないかな。まあそんな感じの性能です。ただしリーダーとして使うかって言われたら、あんまり使いはしないんじゃないかなって感じ。ただスキルがね、あの2列生成で、今後枝豆を生かす機会があったりするとかなり役立ったり、ロック解除で、2列生成なんでね、まあ普通に周回のスキルとして使われるかな。ただスキルめっちゃ重いんで、まあ14ターンぐらい使うのかなって思うんで、まあちょっと難しいとこですけど、まあ使い道はそれなりにあるかなっていうキャラなんで、もし当てた方は一度リーダーとして使ってみて、面白かったら使ってみるといいんじゃないかな。はい、ということで今回はノア、キリミちゃんを使って異形の存在クリアしてみました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。